コンプレジェンスのカッテです。お、どうもアルカディアです。日付的にもアルカディアが23歳を迎えたということで、1日目です。あ、23歳と1日目。そうですね。おめでとうございます。子供ドラゴンのゆめさんの誕生日。なるほど、はい、一緒に応援させていただきましょう。はい、という感じで、先日アルカディアのね誕生日企画開けさせていただいて、第1弾がねあんまり反応良くないのでちょっとショックなんですけど、まだ見てない方は見ていただきたいなって。まあ先日のが1弾目 で、はい、で今回が2弾目ということで、ちょっと動画の方を、ね、作らせていただきましたね。はい、画像をね800枚以上ちょっと使わせていただきまして、靴のパビ発足からちょっと歴史を感じられるようなものを作りたいなと思って、はいはい、一つの動画にまとめてきましたので、はいはいはい、まあ、それをちょっとねアルカディアにプレゼントできればなと思って、はいはい、ちょっとね今回それを見ていただこうかなと思いますね。はい、ちょっと僕のね好きな音楽とともにその画像みたいなのを使わせていただいて一本の動画にしてるので、なるほどね、皆さんが見ていただく時にはちょっとフリー BGM に置き換えて、まあちょっと違うものになるんですけども、という感じでもう早速見ていきましょうか。わかりました。はい、じゃあいきますよ。はい、なるほどね。めっちゃいいじゃないですか。サムネの歴史のというか、ね、そうですね、はい、ちょっとこの時の覚え出でめちゃくちゃ語っていけたらいいなと思いますね。ちょっとあの下手ですね。いやそうね、そうね、はい、確かに、まあ、ちなみに今銀河高速が流れてますけど、そうですね、ハンブレッダー、そうですね、でもこれとかいやシンプルでいいけどね。まだここら辺は僕マジで加担してないもんな。そうですね、加担っていう言い方はあれだけど、まだ編集は参加してないから。そうですね、ああ懐かしい。うん、結構伸びたやつだもんね。アモニエム伝説の動画じゃん。めっちゃ盛り上がった。出た、これ作ったやつね。もっちゃんさんが見てくれたやつ。そうだ、おー、歴史はマジでやばいな。これめちゃくちゃおもろいかな。これ面白いね。あ、音楽系結構初めてっぽい。これほんと初めてだね。これが上がっていくの初編集だね。あ、そっか、サムネも俺が作ってるんだけどね。夏、うわーめっちゃきつかったやつ。やばい。あ、この動画好きなんだよな。あれかりがスーツ。あー、いいですね。出た。出ました、えっちゃんからコメント来たり。出たー、夏わ、クソ伸びたやつやん。4時とかに集まったやつ。あ、めっちゃおもろいこれは。あ、夏、あ、これ懐かしい。あ、夏、いや、音漏れやみ。ちゃんと押さえてきますね。わあ、こんなシンプルだったか、ね、これ。うわ、夏、パンカベ。うわ、出た。あー、いい動画。これ、もうちょい伸びてくれよ、この動画。夏、これな、見づら。あとは急に伸びたやつ。うわ、出た、これめっちゃおもろいよ。あー、始まりじゃん、ビジュアルゲーム企画の。伸びたの？そうね。これ、サムネも作ってますよね。ソロ企画ですね。おー、夏。出ました、あ、四拍子構図だ。出ましたよ、こっから始まってますからね、やっぱり。そうですね、ここに挟まってる賞金レビュー対決。なるほどね。で、R してへん、これ歴史だな、マジで。あー、なるほどね。夏、これも四拍子構図でヒントってるしね。そっかそっか。
辛かってるもんな。うわ夏伊藤伊藤あめっちゃ噛んだ。うわ夏出たよ。あ、キューブリックムービーとコラボ。コラボ。第2弾ね。で、ギャオさん。コラボ続きじゃなかった。そうそう、ここ続けたんだよ。あ、出ました。俺自作の高橋一生。イラストね。あ、夏。あ、懐かしいね。お、出ました、4拍子。直後の2人。直後の2人と、いつの直前というやつね。直後そのってやつ。そういった感じですね。以上でございます。いや、めっちゃよかったですね、最後の顔も。ロゴさ感じなかったっすね。あ、よかったっすね。見やすかったっすね、シンプルに。ありがとうございます。いや、でも歴史感じますね。いやね、これいい動画ですね。はい、もうそのフルバージョンをメインで投稿してもいいんじゃないかと思ったんですね。あ、なるほどね。まあ、じゃあそうしようかな。最後のところのやっぱり写真も良かったですね、はいはいはい、あんまりこう、サムネもあったけどさ、こう、うん、ちょっとこう、ないとこもあったじゃないですか。ワンシーンというか、うん、こうカットされてるようなシーンも少しあったような気するから、よかったですね。ありがとうございます。まあ、僕からのプレゼントという感じで、今年は以上でございますね。いや、いい1年が過ごせそうですよ。はい。え、今度は何ですか。はい。ってな感じですね。にんまり。